こんにちは、ダイスです。今回はカービィのグルメフェスやっていきましょう。まずは50個1号を目指すレースに行ってみたいと思います。スタート。位置的には左側から進んだ方がいいですよね。え、ブルーベリー取った。1,2,3、はい、もうちょっと、オッケー。あー、いたので取れない。よし、使っちゃおう。ほい、え、いちごしか出ないの、なんででしょう。遅れちゃいましたね。真ん中から行きたいな。あー、上行けなかった。いや、今回の結構大変ですよ、これ。だいぶ進めてないです。ブルーベリーで、10個いちごだね。はい、今回のスキンはチュチュ、前回ゲットしたやつできてます。おー、3位からスタート。続いてカップインしていちごを食べよう。最初のカップの位置はこっちだ。えい、2個目のカップ、次隣。あー、落ちちゃった。次はよし、はい。いや、結構取れたんじゃないかな、3位だけど。51個、あんまり変わってないですね。困ったな。はい、山盛りいちごのコースです。レース中に5個いちごを食べようを本当はしたかったんですけど、なんかうまくいかないです。はい、おお、5個いちご、よし。ではこっち行きます。トップのところには戻ってこれましたね。最後ブルーベリーがっていうのがあってほしいですね。トルネードをかけながら進みましょう。で、ここ1,5、あ、いけるか、いけない、いけないね。10個1号、惜しい。最後使うのありですね。あんまりやったことなかったけど。あれ、同点3位になってる。はい、で最後です。よし、えい。押していこう。わー、2人とも使ってる。はい、1になりました。では次、わー、飛んでくすごいね。端っこにいたいな。ちょっとみんなが来ないところにいたいんですけど。ラスト、あともうちょっと。ああ、落ちちゃった。終わり、2位で終了。どれぐらい違うんでしょう。結果発表、最後のボーナスでブルーベリーが欲しい。あ、違うんだ。結構食べたと思ったんですけどね。あ、すごい、全部もらえてる。はい、ということで2位で終わりです。まあ、レート的には落ちなかったですけど、100も違うね、すごい。あ、レート落ちるの、マイナス9数かな。
2だとプラスになってた気がしたんですけど、これって今更気づきました。いちごの数なんですね、多分。はい、本日2回目コースメニューはこんな感じ。では行きましょう。スタート。最初はバームクーヘンのコース。レース中にイチゴをたくさん食べたが欲しいですけど、なんかめちゃくちゃ遅い感じがする。わあ、落ちてる。よし、ここでうまく伝えていきたいよー。バームクーヘンってちょっとゆっくりになるんだね。真ん中からいって、じゃあ私はこっち。よっしゃー、クッキー。20個はもらえるかな。はい、じゃあ20個いちごの方いきます。山盛り50個が欲しかったけど、しょうがないですね。46。はい、2位からのスタートです。おー、降ってくるイチゴを食べよう。あ、エフィリンコース。この辺からあんまり動かない方がいいかな。人がね、いない方行きたいんですけど、自分の位置はちゃんと見ながら。あー、巻き込まれちゃった。59個。40個違いになっちゃってます。それでは山盛りいちごを目指そうにスタートなんで、後ろからです。アイスクリームのコース、ここね、あんまり得意ではないんですよね。結構滑るコースなので大変だなっていう印象です。よし、お、最初のところはなんか普通に進めていった方が早い気がする。みんなコピー能力いいやつが取れてて嬉しい、嬉しいな。私もいいやつ欲しかった。よし、2番目かな。お、1番できた、ありがとうございます。あそこジャンプで妨害するのありなんですね。はい、あ、到着。わおということで最終です。バトルロイヤル、はい、取りに行きましょう。ゼリー、無敵がいる、無敵がいる、怖い。はい、ゼリーね。よし、よし、怖いんで端っこにいましょう。トルネード、あ、真ん中なくなっちゃった。続いてはゼリー、無敵キャンディー、怖いそれはマジで怖い。あ無敵キャンディーみたいな、相当怖いんだけど。できるだけ当たりたくないよね、周りの人に。3位終わりになっちゃうかな。炎上ない？あ、来た来た、炎上。待って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 、痛い。あ、トルネードもらいましたよ。使う使う。終わり、3位終わりになっちゃいました。
いや、無敵キャンディー警戒してたら違うとこで当たりましたね。結果発表。あれ、みんな一緒ぐらい？お、チェリーを食べた、もらいました。コーセルクッキーももらいました。お、全部ということで、おお、いやー、よかったです。はい、優勝。354をもらってレートも上がりましたね。さっきマイナス9だったのがこれで終わりました。よかった。はい、カービィのエアライド、メモリアル楽曲1位、キャラお菓子のレンジャーカービィ、ドットダークマインド、アドルドゥ。はい、こんな感じで今回は優勝回数25になりました。こう100になったら何かあるんでしょうか。ドロッチェまであともうちょっとだったんだけどな。これ欲しいですよね、ドロッチェ。かわいい。ここからがまだわからない状態なんですけど、何なんだろう。はい、ということで今回はこんな感じで終わっていこうと思います。レートはまだ1万8000台なんですけど、次のレート的にはあと600ぐらいなんで、もうちょい頑張ればいけるのかもしれません。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!